はい、こんにちは。ということで、今回は恥ずかしかった出来事選手権やっていきます。俺が恥ずかしかったことか。俺の恥ずかしかったことは、事故にあってトイレって言われて、うんうんうんって言って、そしたら事故った直後だったから、紙瓶ってのを渡されんのよ。ペットボトルみたいなの渡されて、これにしろって言われて、俺が、あ、これ どうやって使うんだ、ええって思ってたら、何も言わずに看護師さんが俺のズボンを脱がし始めて、脱がしますよとも何も言わずにズズズって脱がして、え、ちょっと待って、は、配慮は、しかも周りにめっちゃ看護師さんいんので、持たれてグッドみたいにされて、グッドみたいな、あの親指グッてされて、あの、やっていいぞみたいな感じで、いや、あ、I can't って言ってI can't now って言って、ちょっとそれ恥ずかしかったっすね。うん、さあ、じゃあ行きますか。慎吾さん、さっき風花が0102って現在時刻をチャットしたから30行っちゃいけないゲームかと思って、は、え、30行っちゃいけないゲームかと思って0304ってチャットしたら違った。あるじゃん、30まで数えるゲーム、102 0304。あー、それを風花が急にやり始めたって思ったんだ、チャットで。マイクラの何のそんな流れもなく、風花が急にやり始めたって解釈ね、慎吾の中では。あー、暇だからやり始める的に、あ、風花ってそういうゲーム好きって慎吾は思ってるの、慎吾の中での風花は。やるやつだから、まあ言ったんだろうな。だってディスコードのゴルフやってるよ。は、ディスコードのゴルフっていうのは一体何のことかな、慎吾くん、ちょっと詳しく説明してほしいな。うん、何のことか俺はなんとなくわかるけど、何のことだろうね、それ。風花のお気に入りのゲーム。あのね、もうね、風花チャットしてない。ちょっと今寝ようと思ってたんですけど、来ました。あの、VC でできるやつだって。知らないの？いや、違う。そうじゃないんだよな。知ってる知らないの話じゃなくて。え、ちょっと待って、慎吾って選挙権あんの？え？ 10？ え？慎吾って何歳？え？え、ダメじゃね？え、選挙行きたくなくならない？なんか、慎吾と同じ一票ってさ、え、選挙行きたいって思う？そんな状態で。え、日本国として改革が必要では？平等選挙の改革が必要じゃないか？もしかしたら。毎年選挙の年齢1年ずつ引き上げてほしい。あの、慎吾に選挙権が永遠に来ることがない。俺も名前ぐらい書けるわ。あー、え？あー、そういう話なの？自分の名前書くらしい。ああー、なるほどね。自分の名前を選挙の用紙に書くってことね。すごいな、大天使じゃん。さすがに自分の名前書くやついないだろう。わらわら。慎吾選挙行った？もうまだまだ。そっか、慎吾今の総理大臣誰か知ってる？岸田。うお、すげえ。え、与党は立憲？立憲が与党？しかも立憲されたって理由、どっちだそれ。あ、もしかして慎吾は高度なことを言ってて、自民党は立憲されるべきだってこと？その裏金問題で。立憲されるレベルのあの与党の話ねって、裏金問題で本来立憲されるべきの、あー、そこねっていう話を慎吾はしたかったって、そういう高度なジョークです。よってあれか、創価学会のやつか。は？もう言って、よってって何？よって、あ、与党のよってこと？よってって、あの、与党のよってこと？よってあれか。ああ、創価学会のやつが与党？日本語の難しさよ。おー。次行きましょう。長月。幼稚園の頃の話です。親と一緒に買い物に行ったのですが、自分で持ってきたお菓子を間違えて、他の人の買い物カゴに入れてしまいました。幸い押さなかったので相手の人も分かってくれたのですが、自分としてはめっちゃ恥ずかしかったです。20年経っても引きずってます。もっと恥じること歩くね、お前。今お前のそのスキンの方が恥ずかしいぞ。次、アーケン。先日夏休みおつんにいた時に、出来たてホヤホヤのタコスを受け取って数十秒で床に落とし中身をぶちまける。は？あわあわしてたら横にいた高校生ぐらいの男の子はナプキンを持ってきてくれて、めちゃめちゃ申し訳なかったし、目立たないようにしれっと帰るつもりだったのに、おつんさんにも気を使わせ、最強に恥ずかしい。その後もう一回落とした。え、ちょっと待って、お前もう二度と行くな、お前。お前営業妨害だろ、お前。え、ちょっと待って、え、床にぶちまけた後もう一回落とすみたいな。
何しに行ったの。てかさ、アーケンさんもアーケンさんじゃない、それもアーケンバレするくない、この話したら。少なくとも隣にいたナプキン渡した高校生は、あ、アーケンかあれみたいな風にバレるやん。もういろんなトロールが今巻き起こってるよ。もう自分を開示するっていう、あ、あれアーケンだったんだっていう開示もしつつ、実際に行動としてのトロールも示すみたいな。いや、これが飲食系のバイトしてたってマジすげえなー。最近は落としてないからね。割ってないし。いや、落としたじゃん。タコスは。タコスは落としたじゃん。次行こう。下沢。小3、全校集会。しんとした体育館。体育座り。不注意でケツの筋が緩み。放屁。ボビ。みたいなとんでもないガスブラスターが暴発。全員俺の方を向く。俺、腹痛そうな仕草をしながら終わるまでトイレに避難。女子の、え?みたいな顔が忘れられない。今思えば、天命なのかもな、下沢がこうなったのは。下沢がここに来たのは天命なんだよ、もう。だってそんなね、ケツの筋が緩むことないじゃん、そんなタイミングで普通。だから下沢はこうなるべくしてなったっていう天命なんよ。人格形成に多大な影響を与えてそう。運命と書いて定めと読むのか。かっこよく去っていったけど金はおならをしています。次トーマス。普通に中学生の時に影プロにハマって目隠し完了とかツイートしてたし、給食の時間にボカロを放送部の CD に依頼して流してもらってたし、 COD で頑張ってアニメアイコン作ってたし、 IDXX で囲ってたし、本名入れてたよ。役満ですね、それ。中2役満言ってて苦しい。うん、だいぶ黒歴史やな。まああるからそういうの誰でも。ドル。最近俺王だから面試 VC に行くと王来たってやってもらえたりしてて嬉しかったんだけど、この間そのノリで参加勢のバロ VC 入って、デデさんとたくみくんに、あ、中二病来たじゃん、あの王のやつやってよって半笑いで言われて恥ずかしくなって無言で VC 抜けた。まあちょっとずつ成長やな。王やめようか迷ってる。ニート部でもね、王やるよ。次デデ。座席を確保してから料理を注文して持ってくるタイプの店で、二人掛けのベンチの席に自分が席に座って確保していて、友達の分の席は真横に荷物を置いて確保していた時の話。スマホをいじりながら待っていたら隣に人が座ったので、顔を確認せずにこれ見てと言いながらスマホを差し出したら、マジで知らない人が横に座った。その瞬間マジで恥ずかしい。あ、間違えました、すいませんって言った。今よく考えたら二人掛けのベンチ席に荷物どかして座ってくるやばいやつで怖くなってきた。確かに今考えたら確かにやばいやつかも。まあでも多分やばいやつにやばいやつぶつけたから、あの急に隣のやつにスマホでこれ見てこれ見てって言ってくるやつもだいぶやばいやつだから、化け物対化け物だから、まあ良かったのかもね。どっちもやばいやつだから言うて、旗から見れば。次ぬい。ドラクラの装備燃やしちゃったことを言い出せなかった時、パニックになると何も考えられなくなっちゃう。あれ恥ずかしかったんだ、あれ。ぬいなりに恥ずかしかった。でもあれもう一回してほしいな、ああいうこと。ああいうこともう一回やろうね、ちょっと。あれ、いいよ、ああいうの。これ多分ね、なんか何年か語り継がれるやつ、あれ。イモムシ神様ディスコードレベル。VC でどこの勢力だ、ぶち殺すぞとかみんな言ってたんだ。うわー、厳しい。そんな面白くねえだな、ごめん。イモムシのレジェンド級に面白いからね、イモムシの神様ディスコードは。ごめん、ヌイのは別にそこまでじゃなかったか。そう、確かにイモムシのは確かにヤバすぎるから、面白すぎるから。説明しよう。神様ディスコードとは、イモムシくんがクンになりすまし、騙されたキッズたちに階級をつけたり、普段はコウタンとイチャ、BL 営業をしていたにもかかわらず、ディスコード内で JK を囲い、ウハウハしていた事件のことである。あのさ、アーケン全部打てないのやめろ。ホプキンジュエラ。全部打てないのやめろ、マジで。あの、一文字も合ってない。あの、すべて合ってない。次行きます。次、コウタン。弟と風呂入った時、弟に、お前、カルパスみたいって言われて笑われたことをって。ちょっとそれは面白いかもね。次、コノさん。普通に一人で行ったライブでキッズバレ、好きなアーティストに物販で、コミュ弱だからすっごいあわあわしながら写真撮ってもらってたところで、私と分かったらしく歴史。あ、歴史すいません。歴史じゃない。ごめん、バカだった。歴史って読んじゃった、今。これはお恥ずかしいね。あのね、あわあわっていうので、なんかね、後世のおしっこと、あわあわが合わさって、混ぜちゃって今。ごめん、後世のおしっこの話と、ちょっと混ざっちゃった今。ごめん、ちょっと、おしっこの話と混ざった。
ふぅ、そうね、気を取り直さないと。次、アルゴン。高専中退後、公認資格と大学入試のため予備校に入っていたのですが、そこで三者面談の母親が、うちの長女は某有名大学でーと発言したのが恥ずかしかった。俺の頭が悪いから比較されて恥ずかしいというわけでなく、不要な発言なのに母親の口から自慢みたいに学婚発言が出てきたのが恥ずかしいな。それそれやだー、そういうのめっちゃやだよな、その身内のやつ。わかるー、それ恥ずかしいよな。次、ユードン。飲み会で調子乗って飲みすぎて吐いちゃったこと、恥ずかしいし申し訳なかった。まあポチタはみんなの前でおうとしてるし、ポチタよかマシ。次、 DD。 某と同期なこと。まあ確かにな、これも恥ずかしいかもしれん。まあ、このねドバドバな話もね合わせて恥ずかしい。カフェオレドバドバ話。次、 MS。 高校時代の昼休み、人気のない3階のトイレに用を足してる時に不良っぽい生徒が何人か入室。その瞬間、用を足していた俺はケツから大きな音を立て、外にいた不良生徒は爆笑。昼休みが終わるまでトイレから出られませんでした。下沢も MS もなんか導かれてない？局長に導かれてる。下沢も MS もここに来るように、下沢も MS も多分導かれてた。天のおもしめしか。そういうこと、これが定めじゃ。次、シラソル。ローカルでアルゴンをリケモと呼び間違えた時、初心者の間違いで恥ずかしい。サバが落ちる前だから多分誰にも聞こえてない。ちっちゃいなー、ちっちゃいな、なんか恥ずかしい内容がちっちゃいよ。もっと恥ずかしいことあるだろう、人生とか。うん、ありそうではある。もっと恥ずかしいことあるよな、多分知らそう。次、ライム。コミケ会場とビストロツーン、どちらでもライムバレ。声でライムさんかなって思って、歯抜けボイスを全世界にさらし恥を感じた。え、ってか なんで声出してんの、なんか。え、そんな大声で話してたの、独り言？違う、セット一つって言っただけ。あー、え、バレた時なんて言ったの？ちなみに言ったわ、うちって。は？うちって言った。あー、そうっすね、かっこにんまりって感じか。うん、ちょっとバレたかっただろ、ちょっと。でも大丈夫、みんなに言わないから。これ参加者のみんなの秘密。これちょっとバレたかったっしょ、ちょっと。いや、バレちゃったなーみたいな感じ。なんか、うわ、バレるんかーみたいな、ちょっとあったよね。わかるわかるわかるから、うん。そうな、わかるわかる。ちょっと口元ヒクヒクするよな、ちょっとにまーって。にやついちゃった、バレないかなーって期待していったところあるよな。わざとツイッターを開きながらチラチラ。次、アーケン。家族4人で食事に行った時、両親が横に中華系がいるにもかかわらず差別発言、気まずかった、聞いてなかったと願って。両親、それはきついな、それはちょっときついな。うん、Facebook で友達の親が、あの、バチクソネトウヨになってて、ネトウヨ界隈のちょっと有名人みたいになってて、ちょっとフォロワーいるみたいな感じのになってたりするときついよな。最近ネトウヨ動画見ててきつい、母親が。うわー、読み上げ系のあれね、新幹線の話とかね、インドネシアの話とか出てくるよね。あの、マレーシアの2つのね、タワーの話とかね、あの、ケニアの道路とかね、あの、ズンダモンが言うやつね、出てくるよね。あの、オリンピックとかね、出てくる出てくる。なんか、あれ、よくないよな。ネットで真実に気づくみたいな。まあ、でも、まあ、しばらくしたらちょっと冷めるのかな。まあ、数年したら熱が冷めるのかな、ああいうのって。次、マイク。中学生の頃、柴田の動画に影響され、金魚を食べる動画を YouTube にアップしていたのは、今思うと恥ずかしい。これはギリ犯罪じゃないかな。まあ、うん、これはセーフだね。セーフだけど、まあ、LINE だな。踊り食いはまあセーフだしね。まあ、食材だし、別に。サンドイッチ。ウォシュレットのビデがわからなくて、試しにビデやったら、ドンビショッショ。あ、まあ、試しにやったら、なんか、そこかみたいな。こいつ、ウキウキでビデやって。それはおもろいな。電子 A さん、オシュレットはしてるけど、ビデは使ったことなさそうって、ウキウキでビデ体感しに行ってた。そういうこと？名刺でビデやればって言ったら、サンドイッチが、ビデってあるの？ちょっとやってくるわって言って、たまびしょびしょになったって言って帰ってきたら、もう面白すぎやん、それ。面白すぎじゃない？面白。ビデって実際、あれ何用？ワドさん？あ、これ本当っぽい、これ。ワドさん？ワド、じゃあリアクションだけしてね、ワド。俺説明するから今、マドルド。リアクションだけね。みんなあれしてね。
普通に俺話すの全部 PO になるからチャットでリアクションしてね。で以上です、説明。はい、ピーヨン終了。どうだったワド？もういい今ワド恥ずかしくなってます。まあね、一つ大人の道を進めたね。でもワド大事なことだからね。でもこれ別になんか下ネタとかじゃないからね、これ別に。これ下ネタじゃないですよ、全然。実際知る機会なくない、人生で。いやまあそんな言われても、そんな正論言われても別に、知らないことを別に責めてないじゃん、ワドルと。別に知れてよかったねって話だから。あれは何だろうって思ってたけど、なんでそんな、なんでそんな向きになってんの、なんか急に。ちなみにワドルド、もう一個その豆知識教えよっか。男が当時開発したのよ、ビデ。どうやって開発したと思う？え？どうやったんだ？開発者男なのよ、日本人の。どうやった？汚りってこと？違う。頭濡らしたの？違う。で、定規持って行って、測っていいっすかって言って測りに行ったらしい。本当にこれ、あの分かんないから測りに行ってきて、あのいろんな女の子のあれを測りに行ったらしい、定規持って。いかついいかついな。次行こうか。じゃあ後世ビディアルの気持ち、次行こうか。小学生時代同じ名前の子がいて、教室で2人揃ってる時に呼ばれた、自分のことだと思って振り返った、呼んだ子に可愛い子の、なるほど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 、恥ずかしいことあるだろって言われたら本気出してきた。確かにさっきさ、いやシラソル、恥ずかしいことあるだろっていう風な話したら本気のやつ出てきた。まあね、いいでして、ちょっと洗い流そう全部。うん、次 MS。 親戚 MS 君はどこの大学通ってるんだっけ？俺フランです。 MS 家では俺以外全員北大なので、俺にしかこの質問はされません。 MS 家の恥MS 家の恥さらし。確かに MS 自分以外全員北大はちょっとしんどいよな。ちょっとかわいそうだな、マジでだるい。さあ、まあ、こんなもんですかね。でもなんかアルゴンちゃんと並ぶようになったね、アルゴン。最後にコンノさんから質問があるらしい、どうぞ。ディディさん、ディディのディディっては、ドバドバのディディですか？あ、そういうこと。ディディってドバドバってこと？ドバドバコング、プロドバドバコングはやばいな。ドバコング、あー、名前変えて困らせるぞ。ドバドバって別になんかおかしくないよね、別に。なんでもないよね。ドーパミン出るときもドバドバって言うし、まあね、別になんもね、おかしなことないよね。ということで、じゃあバイバイ、ジジドバコングさん、頑張れ